家を俺が自由にしていいんですか。もうしてください。素晴らしい、こんな一軒家、はい、誰かの生活感あるけど、これ前ちょっと住んでた方の、はい、これはあれしなきゃいけないよね、全部片付けないですね。なるほど。この配線を、向こうの親方分がいるとこまで、はい、持ってかなきゃいけないから、なるほど、ちょっと屋根裏入るから、はぁ、気をつけてくださいね。はいはい、よいしょ。無言なくてよかったみたいです。屋根裏入ったっていいのかよ。よかったみたいです。だよ入んなくてよかったって意味ねえじゃねえかよな。やるのはやっぱこの天井がこのままあれなんですよね、天井材貼れないんですよね。そうなんですよ。やっぱこれ二重張りしてるから、それを1枚剥がさないと、はい、上に届かないってことですね、ビスがね、はい、とこれ幅木、一周回ってる幅木、はい、ですよね。であとここか、こういうの外さなきゃいけない、はい、これえ、なんで外さなきゃいけないんですか。あのフラ平らにするのに。そうか、その方が広く見えるからね。なるほど、わかりました。はい、でこっちのブルーとママ今日も一日頑張りましょう。お願いします。お願いします。はい、あとは今日も新澤さん来てくれてありがとうございます。あ、すいません、ホームシバスさんチームありがとうございます。すいません、今日もありがとうございます。あ、すいません、じゃよろしくお願いします。あー、最高出た。お願いします。早っ、もう向けたじゃん天井、すごっ。エアコンプレッサーのね、音がねすごいんで、動画の音声はミュートにしまして、今回の動画はところどころナレーションでお送りいたします。さあ、天井材に使うはめ板を私カットしましたが、ぴったりなんでしょうか、うまく切れてるのか合わせてみましょう。こちらをここに合わせて、逆サイドがぴったりなのかどうか、どうでしょうか。ぴったりです、素晴らしいカット。トリさん、もう12時過ぎてます。やべえ、どうします、解散ってことですか。お昼か、はい、解散か休憩。いや、お昼でしょ。お昼します。お昼します。しましょうか。みんなお腹すいた。そうですよね。じゃあこれだけやっちゃって。はい。はい。はい。OK です。じゃあお昼にしましょうか。はい。お昼ご飯食べ終わりましたね。午後の作業ということで。
午後のになったらですね、新澤さんが2時には出なきゃいけないということなんで、はい、すいません、いやいや、ありがたいんですよ。何が心配って、こっから俺と大森さんでサボり始めるんじゃないか。サボってるのバレないように、もう出てると思ってますんで、よろしくお願いします、午後の作業。はい、ということで本当にサボってるのがバレないように早送りで、しかも音声なしで撮っております。でもね、これね、始めちゃったら2人とも集中しちゃってね、全くサボらずずっとやってるんですよ。これね、なかなかコンビプレイがね、うまくいってますよ。まずですね、大森さんが羽目板をカットしてくれて、その間に私がボンドを塗って、そして2人で羽目板をフィニッシュで貼るというコンビプレイがなかなかうまくいってるんですが、なんとこの後問題が発生するんですよ。問題が何が起きるかなんて何も気づかずに頑張っている2人でございます。さあ、この後問題発生です。この壁がまっすぐじゃないですね。だからこれを剥がした方がいいんですね。これを剥がした方が綺麗下地は取ります。ただゴミがこの土のうで20袋出てくる。でまた経費がかかっちゃうんですね。はい、ゴミ処分代。そうか。これ大森さんさっきのでもやった方がいいはいいですよね。どうです？あれでいくつあります、ここラスボートだと。差し金。なんかもうこの半分やっただけですごいやった感あったけど、まだまだだなこれ。やばいな。それが一番いいっちゃいいんでしょ。抜きまで行く。入らない。もっと抜ける？はい、もうちょい下。あ、45。45ぐらい。45って材料がありますね。ここまで取っちゃえば、45の厚みの通しちゃえば、綺麗にあれ貼れます。で全部壁取っちゃうとですね、取りましょう。取ります。どうですか？取りましょう。ここ全部取りましょう。じゃあ今度の時はそれを、これを解体しましょう次回。だからこれなんか動画見てる方全然進まねえなと思うかもしれないけど、そういうことなんですよね。どんどん出てくる。そうなんですよ。しっかりやろうと思ったらこのぐらいかかるっていう、はい、でもそれはもうしょうがないです。楽しんでやってるわけですから、はい、でもしっかりやれた方がいいですよね。どう思いますか、中村さん。はい、しっかりやってください。はい。さあ、気を取り直しまして、天井に羽目板を貼る作業に戻ります。もう二人ともね、気合入っちゃってるんで、今日中にここの天井は仕上げるぞなんつって頑張ってるんですが、だんだん日没が近づいてるんですよ。日が沈むととの戦いでございます。さあ、日が沈むまでに張り終わるのかどうなのか。ああ、だんだん暗くなってまいりましたよ。どうなんでしょうか。うわあ、もうここで真っ暗状態見えないんです。大森さん、ここまで行って、あとちょっとなんですよね。そうですね、暗くなっちゃいましたね。はい、あとちょっとだけど。暗いの危ないんでやめましょう。やめましょう。ね、怪我しちゃいますからね。うん。これ危ないっていう理由でサボってるわけじゃなくて、本当に。でもここまで天井張れたから。思ってるんです、ね。はい。でこっち側は新澤さんが剥がしてくれたということで。そうです。次回はだからまた天井張り続きですね。続きとこっちも今度ありますね。はい。2階の天井は全部張りましょう。はい。はい。今日もありがとうございました。Enjoy doing yourself.